アイルトン・ゴンサウベス・ダシューバは、ブラジル・パライバシューモゲーロ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはフォワード。ズングリとした体型からは想像できない、突破力と強烈なシュート、柔らかなボールタッチが持ち味。ベルダー・ブレーメン時代の2003-04シーズンには、ドイツ分でスリーが得点王に輝き、ドイツ人以外では、初のリーグ年間最優秀選手にも選ばれた。また、 ドイツ分でスリーガで100ゴール以上を挙げた、外国人選手はアイウトンを含め3人しかいない。ドイツでの成功とは裏腹に、ブラジル代表への招集は一度もない。一時期は、ブラジル代表を諦め、カタール代表入り寸前まで行ったり、ドイツ国籍を取得し、ドイツ代表でのプレーを目指したこともあったが、いずれも断念している。2004年にブレーメンを対岸して、以降は、 自己管理の甘さや、素行の悪さが露呈し、世界各地のクラブを転々としている。2007から08シーズンは、MSV リュースブルクと契約、ドイツ分デスリーガーへ復帰した。しかし、2008年2月に、同チームとの契約を打ち切り、ウクライナの FC メタルルフドネツィクに移籍した。同年、再び SC ラインドルフワルタフ派にレンタル移籍するも、2009年には、 母国ブラジルに戻りプレイしていたが、2009年7月に中国の重慶力ホアシダマクラブへ移籍した。12月にドイツカブリーグの KFC ユルディンゲンで英ゴへ移籍。2010年には FC オーバーノイラントでプレー2012年にハッシア・ビンゲンに加入し、2013年に現役引退を表明。引退試合は、 自身のキャリアの中で最も輝いたベルダーブレーメンのホームスタジアムであるベーザーシュタディオンで行われ、4万2千人のサポーターが詰めかけた。サッカーを始めた理由は、若い頃怠け者で寝るか乗馬するかしかしなかったため、母親が軍隊に入れるためのトレーニングとして始めさせたことによる。ブラジルの小さな村のチームでプレーしていたところ、そのプレーを見た。 サンパウロ FC のスカウトの目に留まり入団を誘われるも寂しいので村を出たくないという理由でこのオファーを蹴ったという過去を持つ。ドイツブンデスリーガで得点王を獲得した2003から04シーズンにおいて全28ゴール中ヘディングでのゴールはわずか1ゴールと重い体型が邪魔をしてか空中戦は苦手である。また、利き足ではない右足のプレーも苦手であり、 彼のプレーの大半は左足が中心である。ありがとうございます。